こんにちは。年末ぼっちの過ごし方ということで、今日は松潤さんが動画を送ってくださいました。1時間ぐらいの、ね、動画だったんですけども、この動画ね、私ね、あるポイントに的を絞って話したらすごくね膨らむと思うんですよ。例えばね、アメリカの大統領選挙ね、闇の熊さんの動画見てるってことは、及川さんの動画も見てるってことは、多分ここすごく興味があると思うんですよ。バイデンさんが一般的には次期大統領になるって言われてますけども、今ね、トランプ大統領が最後の復讐戦といいますかね、最後の手段を取ろうとしてるわけですよね。戒厳令もありますけども、1月6日果たしてどうなるんでしょうかというところでございます。まあ、アメリカの大統領選挙っていうのは、そのたんびに不正選挙があるというふうに、ね、取り沙汰されてますけども、今回はですね、ある国のある党がアメリカの内部に深く根付いていてですね、その陰謀によって、ありえないバイデンさんがなぜか当選すると、そして大人気で国民支持率がとてつもなく寸大な、ね、トランプさんが隅に追いやられていると。で、軍の中もね、二転三転して、ついにね、 CIA と国防総省が縁を切ってしまったみたいな衝撃的なニュースがあったりとか、年が明けてある国の3700カ所の軍事施設を一度にね、攻撃するんだみたいなことがあったり、 CIA 長官が逮捕されたりとかね、ドイツのなんかあるところに特殊部隊が入って銃撃戦になったりとか、5名死亡したりとか、さまざまなニュースがねあると思うんですよ。こういうふうにずっと1時間をつなげながら、ワクワクドキドキな、ね、テーマで、たまに別のテーマに振っていくみたいな。でも別のテーマ、例えばね、あのラブソングとか、それから曲の作り方とか、自分の生い立ちとかっていうのをやりながら、結局はまたね、話戻しますけども、アメリカの大統領選挙でこんな話があるのご存知ですかみたいな感じで、いっちゃう戻るにして、このね、アメリカ大統領選挙がもう確定するまで、1月20日までは、松潤さん、このアメリカ大統領選挙に結構ね、突っ込んでいっても面白いんじゃないかなっていうふうに思っちゃいました。まあ、私が個人的に興味があるだけかもしれませんけどね。で、松潤さんの場合は、音楽を研究していると、実はね、こんな話がミュージシャンの間に流れてるんだみたいな、ミュージシャン都市伝説みたいな話の膨らませ方もできると思うんですよ。で、私は投資をやってます、FX をやってます、ビジネスをやってます。お金にまつわることをやっていくと出てくるのが、ロックフェラーとかね、そういうロスチャイルドとかなわけなんですよ。必ず出てくるんですよ。で、陰謀論があったりとか、そのクジラっていう存在があったりね、ヘッジファンドがあったりとか、人工地震兵器とか出てくるわけですよ。だからそういうのがね、もうしっちゃかめっちゃが出てきて、どうなってんだみたいな感じなんですけども、結局ね、そういうのにみんなね、どっかこう、不確定要素に興味があるんですよね。黒魔術とか白魔術とかね、占いとか。やっぱりあると思いますんで、松潤さんはその路線で行っても面白いかもしれないですね。まあ、ある意味ロマンチックに攻めてもいいのかなと思いますし、宇宙人がやってきたらどうするとかね、宇宙人の間ではどんな音楽が流行ってるとか、ミッションの遭遇で音楽が使われてましたけども、こういう風なね、ちょっと変化球で攻めてもいいんじゃないですかね。松潤さんの都市伝説みたいな感じで、年末一人ぼっちは都市伝説で夜明かすぞみたいなのもなかなか面白いんじゃないかなと思ってしまいました。はい、ということでね、動画のテーマは自分のストライクゾーンとちょっと外したところに本当のストライクゾーンがあるのかもしれないなというところでございます。それではいってらっしゃい。